目撃さん、お前さんのおかげで私の腰はとっても良くなったよ。まあ、誰に揉んでもらってもあれだが、お前さんにやってもらうと急所知ってんだから。どうも、旦那にそう言われると私も大変に嬉しいんでございしてな。だけど目撃さん、目が不自由だと何事も困るだろうね。いいえ、困りませんとも。私は自分が目閉じで言うんじゃないけど、私から言うと目開きは気の毒だと思いますね。おや、そうかい。どうして気の毒だ。どうしてったって、旦那、目が開いてりゃ何か見るとつい欲しくなってくるでしょ。そういうこともあるかね。目が見えなきゃ何にも見えませんからね。それが一番いいですよ。目開きは気の毒だ。おやおや、それに旦那の前でござんすがね、どうも目開きくらいそそっかしいものはありませんな。そうかい。そうですとも。人にぶつかったりなんかするのはみんな目開きですよ。目閉じはめったにそんなことないっすからね。そういや、目開きには油断があるからな。目開きのそそっかしいのは見ないで駆け出したりする。私何度も領事の帰りにね、そのなんですよ、突き当たったんですがね、暗闇で。こないだ目開きよけのためにね、提灯持って歩きました。ほうほうほう、あんまさんが提灯持ったのかい。そんなら突き当たらないだろうな。それがまたそそっかしいのに突き当たった。提灯持ってんのに堂々と突き当たりやがったから。何よ、突き当たりやがって。しょうがねえ、お互い様だい。何がお互い様だい。私はね、目が見えないんだ、本当に。あんまさんかい。いや、そいつは気の毒したな。気の毒じゃねえや。え、こっちはね、お前さんみたいなそそっかしい目焼きに突き当たられるのが嫌だから、こうやって提灯持ってんだい。この提灯が、わかんないか。おい、明かりが消えてるよ。なんだよ、明かりが消えてちゃ何もならないじゃん。やっぱりダメですな、目閉じは。いやいや、どうも。